さあ岐阜にもうすぐ帰って、あれ逆走です、危ない、あー危ない、高速の入り口逆走してる、あー危ない、青い車、危ない危ない危ない、後ろに知らせますね、危ないですよ、逆走いますよ、気をつけて、あみんなスローダウンしてくれた、よかったです。あのねめちゃくちゃ危ないです今の逆走、気をつけてください。高速の入り口に逆走車がいました、超危ないですね、まあ、最悪の大事故、正面衝突、死亡事故になっても何らおかしくない瞬間でした。いやどうかね、まあ本当に運転気をつけてくださいね、逆走はね本当にちょっとした油断で誰でもやっちゃいますんでね、これ本当気をつけてください。まあ右折からの逆走とかもね、まあ、何度も見たことありますし、あらえ逆走してきてる、危ない危ない、逆走ですよ、こっちこっちこっち、逆走向こう側、あぶねえ、怖い、こっちも止まるしかないです。普通の道路でですよ、ほんで中央分離帯が設けられてるのに右折で逆走レーンに入っちゃうんですよね、スーッと、向こう側が見えない、本当にねちょっとした本当に油断、気をつけてください。交差点右左折、とにかくハンドルを何かこう切るときっていうのはね、まあ、危険が伴うっていうことで、まあ、慎重に運転してほしいと思います。まあ、それにしてもね、今の逆走もキュッと心臓キュッとなりましたよ。どうか安全運転で行ってくださいね。それにしても今の逆走ちょっと Google のマップ見てね、どうしたらあんな逆走なっちゃうのかちょっと検証してみたいと思いますけど、普通入り口になってもうあとは高速のこのゲートがあるぐらいですもんね。もしかしたら、あここ高速だったってことでゲート手前でこう回ってこう来ちゃったのかな。いやーそんな逆走ある、本当にね、あれね高速の入り口でああいう風に間違えちゃった場合はこうゲートのこの係員の方いらっしゃるんでね、すいません高速行きたくないんだけども入ってきちゃいましたって言えばおそらくね対処してくれるんですよね。まあいろんな臨機応変に対応されると思うんで一概には言えないんですけど、こう中央分離帯をわざわざ開けてくれてここ U ターンしてってくださいっていう感じでね、あの逆走にならないようにしてくれたりするんで、まあ、とにかく落ち着いてね運転してくださいね。まあ間違えた間違えた、ああ U ターンしなきゃなんてね、そういう慌てた運転本当にねしないように安全運転でいてください。